1月26日午前0時日本時間午前9時までに調べたウクライナの戦況です。まずは注目したい事柄です。後ほど地域別戦況報告で詳しくお伝えしますが、ウクライナ軍はソルダーから完全に撤退したことを認めました。以後は T-1503 号線の西側に構築された要塞線で抵抗を続けるものと思われます。今ご覧いただいているのは冒頭の動画の続きの映像ですが、シール、ソルダー付近のウクライナ軍の要塞線をロシア軍 UAV が撮影した映像となります。この動画が撮影された時点ではウクライナ軍の兵士の姿は見えませんが、今はウクライナ軍部隊が入っているものと思われます。米国国防総省は毎月9万発の砲弾を生産するために2年以内に砲弾の生産を 500% 増加させることを計画しています。現在ウクライナの戦いではウクライナ軍だけで1日5000発から1万発の砲弾を消費しているとされており、月間に直すと15万発から30万発となります。月産9万発ではまだまだ足りないということになりますが、それでも増やさないよりは増やした方が良いのは間違いないでしょう。通常は使わないのに有事に備えて生産ラインを確保するというのはなかなかに費用ばかりがかさむことになりますが、有事に備えるということはそういうことでもあります。急な増産は不可能ですので備蓄も重要となります。必要な費用を出し惜しんでは、せっかくの優良な装備も使えずに終わってしまいます。日本も有事に備えて装備弾薬の分散備蓄を進めないといけません。米軍が来援するまでの数ヶ月耐えしのげればよいという考え方はもう通用しないと思います。昨今米国の考え方は、自分たちの国は自分たちで守れ、そしたら支援してやるというスタンスであり、丸抱えで米軍が戦ってくれると考えるのは間違いです。レオパルト2などの西側戦車の提供の件ですが、欧州各国は協力してまず80両のレオパルト2をウクライナに提供しようとしています。部隊の編成で考えると40両で1個大隊ですので、80両だと2個大隊となります。おそらく半数が第3世代のレオパルト 2A4 以前、半数が第 3.5 世代の A6 以降になる予定です。これに米国の M1 エイブラムス A2 30両とチャレンジャー2、10両でもう1個大隊が編成されると思われます。通常戦車旅団は3個の戦車大隊と1個の機械化歩兵大隊で編成され、機械化歩兵旅団は1個の戦車大隊と3個の機械化歩兵大隊で編成されます。戦車旅団を編成すれば1個旅団で使い切ってしまいますが、機械化歩兵旅団なら装甲車両と組み合わせて3個旅団が編成できるので、機械化歩兵旅団を編成するのでしょう。ウクライナ軍は欧米から数百両の歩兵戦闘車などの装甲車両も供与される予定ですので、それらとこの戦車を組み合わせて3個機械化歩兵旅団程度は確実に進編できます。米国などから供与される早期式の歩兵戦闘車や装輪式の歩兵戦闘車は対戦車ミサイルなどを装備しており、使い方によっては戦車とも戦える能力を持っています。実戦経験豊富なウクライナ軍の兵士であればすぐに使いこなせると思います。
それでは各地域別の戦況です。オスキル川ボロバ方面、ノボサリフスク付近で抵抗を続けるロシア軍ですが、ウクライナ軍はノボサリフスクのロシア軍を蹴散らし、クゼミフカのロシア軍を町の半分に押し込んでいます。コロミチカ方向でも着実にスバトボに向かってウクライナ軍は前進しています。この方面でロシア軍はつい最近になって人海戦術というか消耗戦というべきなのか、人数に頼った攻撃を行ってきているようですが、今のところ効果は出ていません。クレミンナ方面、25日はこの方面でロシア軍の攻撃は報告されていません。ウクライナ軍は着実にロシア軍の陣地や要塞地帯を砲撃で叩きながら用地を抑えつつ、クレミンナ包囲網を狭めています。クレミンナの森でも歩兵同士の接近戦が頻発していますが、ウクライナ軍が優勢に進めており、ウクライナ軍がじわじわとクレミンナに近づいています。ロシア軍も増員を進めており、反撃に出ていますが、ウクライナ軍に領地を抑えられており、思うように攻めることができていません。ウクライナ軍は万全の体制を整えてから総攻撃に出るものと思われます。東部リシチャンスク方面、ウクライナ軍はクレミンナの南にあるビロホリフカに対する攻撃を撃退したと発表しています。ロシア軍はクレミン内の攻撃を遅らせるためにこのビロホリフカへの攻撃を繰り返しているようですが、攻撃は成功せず繰り返し撃退されています。ロズドリフカに対する攻撃もロシア軍は繰り返し行っていますが、その都度ウクライナ軍により撃退されています。クラスノポリウカではロシア軍の攻撃が続いており、ウクライナ軍は T-1503 号線の西側の陣地に移動した可能性が高いです。おそらくクラスノポリウカはロシア軍の占領下にあると思われますが、まだ証拠がないためグレーゾーンとしています。シールでもロシア軍の激しい攻撃が続いており、ウクライナ軍は状況を見ながら随時西側の標高が高くなっているエリアにある要塞線に部隊を下げている模様です。東部バクムット、アルチェモスク方面、ウクライナ軍はソルダー、ブラホダトネの西側一帯の小高い丘に要塞線を建設しており、現在の抵抗戦でひとしきり抵抗したら西側の小高い丘の要塞線に撤退するものと思われます。ソルダーに関してはウクライナ軍の報道官もソルダー市から完全に撤退したと語っており、すでに西側の小高い丘にある要塞線に撤退した模様です。ソルダーの攻防戦ではロシア軍はウクライナ軍の5倍以上の兵力を用意して攻撃するなどしており、ウクライナ軍は人命を守るためより守りやすい地形に移動したと説明しています。ブラホダトネでは25日も激しい戦闘が続いており、ロシア軍は市街の東側に侵入し T-1503 号線を挟んで西側の市街にも攻撃を続けています。ロシア軍は多数の歩兵部隊を数を頼みに波状攻撃させており、ウクライナ軍も休みなしの攻撃に疲労気味のようです。ロシア軍は
ブラホダトネの町を占領するために利用可能なものすべてを投入していると言われるほど激しく攻撃を行っています。ウクライナ軍はかなり疲労困憊していますが、まだ持ちこたえています。またクラスナホラでも同様にロシア軍の数を頼みの波状攻撃が続いている模様で、こちらでも激しい戦闘になっています。クラスナホラの西側にあるパラスコビリウカでもロシア軍部隊が攻撃を継続中であり、ウクライナ軍部隊は町の郊外でこの攻撃を食い止めています。バクムット市の東側一帯でも戦闘が続いていますが、こちらは昨日からあまり動いていません。工場地帯付近のロシア軍の攻撃はウクライナ軍に一旦撃退されています。住宅街に入り込んだロシア軍はウクライナ軍と市街戦となっていますが、前進できておらず、戦闘は昼夜問わず行われています。バクムットの南側では新たな攻撃軸としてイバニウスクへの本格的な攻撃が始まっており、キリシュチウカの北西で激しい戦闘が続いています。ロシア軍はイバニフスクの方向で襲撃を試みており、バクムットの西側に回り込もうとしています。ウクライナ軍はイバニウスクの郊外でロシア軍の攻撃を食い止めています。東部ドネツク市方面北側、25日もノボバフムティフカ、クラスノホリフカに対してロシア軍は攻撃を行っていますが、今回もウクライナ軍守備隊により撃退されています。バクムット方面ほどしつこく激しい攻撃はこの方面ではまだ始まっていないようです。ボジャネに対する攻撃は25日は行われませんでした。東部ドネツク市方面南側、ロシア軍はマリンカに対して25日も攻撃を行っていますが、いつも通りウクライナ軍守備隊により撃退されており、成果はありません。25日ロシア軍は複数の攻撃船からブレダーの町に大規模な攻撃を開始しました。ドネツク市近郊では一番激しい戦闘となっており、重要施設があるこの町を守るためウクライナ軍も激しく抵抗しています。ロシア軍は町の南にある小さな地域を占領することができましたが、ウクライナの守備隊からの大きな抵抗を受けてそれ以上は前進できていません。南部ザボリージャ方面、25日の時点でウクライナ軍はカミヤンスケの北に要塞化された陣地を保持しています。ロシア側はカミヤンスケを占領したかのような情報を流していますが、それは間違っています。現在カミヤンスケの町は南北に分かれており、もともと無人地帯であった南側の廃墟にロシア軍が入り込んでいる状況です。町では戦闘と砲撃がほぼ絶え間なく起きており、ロシア軍ウクライナ軍双方が小部隊を編成して攻撃を行っています。またロシア軍は25日にチャリブネの町に対して攻撃を仕掛けてきています。この攻撃はウクライナ軍により撃退されており、ロシア軍は撤退しています。ザボリージャ方面では今週に入ってからロシア軍地上部隊による攻撃が行われるようになってきており、ウクライナ軍はこれに対応しています。まだロシア軍の明確な意図が見えませんが、
何か作戦があるのは間違いないでしょう。南部ヘルソン州方面。この方面で戦況図に変化はありません。ご視聴ありがとうございます。今回の新防衛研究チャンネルはいかがでしたでしょうか。今後とも新防衛研究チャンネルをよろしくお願いいたします。コメントやチャンネル登録もどしどしお待ちしております。次回もお楽しみに。